太陽チャンネル。皆さん準備はいいですか。はい、はい、それでは本日の主役翼くんどうぞ。おめでとう。そこに座ってください。なんでこっちがこれ被らんといけない。主役だっけ。翼くん、まず最初勉強グッズです。事務所からプレゼントが届いてます。翼くん、まずこちら開けてください。ブームさん、ありがとうございます。いつもね、素敵なプレゼントをいただいております。それメッセージカードじゃないの。じゃあ、タイを読んで、でその間に開けてみて。お誕生日おめでとう。ボケがたくさん集めてみたいです。そう、2年生はかけ算を頑張り、相沢バディのね、相沢さんから頂きました。ありがとうございます。あ、すごないそれ。いいよ、開けてみて。翼、ボケか集めてるしね、最高っす。おお、え、何この質感。うわ、いいじゃん、めっちゃいい。何枚入るやつだろう。おお、すごい。めっちゃ入るやん。ありがとうございます。ありがとうございます。やったね、翼。はい、で、次以上です。あ、終わった。はい、翼くん、翼は誕生日にプレゼント欲しいって言ってたの何。忘れた。え、そんなもん。おお、この前、あそこのダイソー全部買ったじゃん、ほとんど。で、他のところには売ってないって言ってたでしょ。で、今日探してきました、お父さんとお母さん。ただ、ないと思って一応確認しに行った。あったと思う。全くなかったと思う。あったと思う。あ、全くない。その答えが、はい、このボックスの中に入ってます。これ開けると空っぽかもわかんないし、この前のダイソーの残ったちょっと2袋、うん、が奇跡的に入ってる可能性もある。だから空っぽだったとしても怒らないでね。じゃあ、ひとまず今日お父さんとお母さんがめちゃくちゃ探してきて、その苦労してる感じをちょっと最初に皆さんに見てもらいたいなと思います。それでは VTR ウェア。VTR 道場。はい、というわけで今日は翼くんの誕生日ということで、はい、もうちょっと先かなと思ってて、前日に気づくっていうね。なんて親だ。はい、はい、ということで、ちょっと、あ、そうだね、入学式とかいろいろあってちょっとギリギリなんですけど、はい、翼くんの誕生日プレゼント、はい、ちょっと緊急で今買いに来ております。最初欲しいって言ってたのが、あのリップスティック、太陽が持ってるやつの色違いが欲しいって言ってたんだけど、なんか急にタクロースさんのおすすめで、ダイソーに売ってある虫人気だったかな、あのこんな感じです。こんなパックがなんか人気、今品薄みたいな。で、一回買ったことあるんだけど、なんかダイソーもお一人様5パック限定とか、ね、なんか人気ぶりが分かるような、なんかそんなに流行ってんのかなっていう、なんか我々ちょっと分かんないからね。それに翼がめちゃめちゃハマっちゃって、それが50パック欲しい。ちょっとね、今日時間かけて鳥取県内にあるダイソーちょっと片っ端から行って頑張って集めてみたいと思います、はい、もしかしたらゼロの可能性もあるよね。ある。そしたらどうしよう。まあそんな時は最終的に。あ、すごっ。たまたま買いました。どこで手に入れたのこれ。ビンバ、一人様5パック。でも、うん、午後まで帰りに寄ったらもうなかった。あ、よかった。でも保険があったわ。保険がある、一応最悪。うん、じゃあちょっと頑張ってこれから虫神器とケーキ買って帰りたいと思います。じゃあまず1軒目行ってきます。はい、1軒目なしなしない。スタートデッキ、うん、あれさえもなかったな。2軒目行きます。はい、2軒目行きます。やったやった。やっぱり1人5パックだったな。ひとまずここで10パックゲット。で、
カード入れみたいなのがちょうど同じコーナーに売ってて、トレーディングカードボックス、これを2つ買いました。じゃあ次さあ3店舗目行ってきます。はい、3軒目なし。じゃあ次一旦モス食べます。お腹すいた。一旦休憩。これだよこれ。世界一だと思うわ。フィッシュ。フィッシュは最後に取っとく。フィッシュバーガー食べたし、続きいきます。はい、頑張ろう。購入できたぜ。ろうそくも12本もらったで。4店舗目か。体力勝負だな。じゃあちょっと行ってきます。なんとなんとありました。4パックだけどね、ひとまずこれで14パックです。あ、5店舗目です。よかった。はい、ということで我々の知ってるダイソーの店舗ラスト1店舗目行ってきます。スターターセット、今ここだけだったな。だったね。うん。なんかあったけど、これはさ。はい。はい、ということで、ダイソー回りは終わったんで、今日の晩ご飯か。翼くんリクエストのくら寿司です。取りに行きましょう。ハッピーバースデー。翼くん、見て。ハンバーグ。いっぱい、うわぁ！いっぱい、ほら、ハンバーグはランちゃんよう食べるっけ。すげえ。ほら、サーモンめっちゃ入ってるでしょ。はい、ということで買い物終了。いや、結果は蒸し神器が24パックと、え、スターターパックかと、翼くんのリクエストのお寿司サーモンのね、別で頼んだからと、ケーキ完璧じゃないですかってな感じでーす。はい、頑張れ頑張れ。いやって、ランちゃんまだある、たくさん。はい、っていう感じでね、お父さんとお母さんむちゃくちゃ今日1日 2,3 時間かかったかな、頑張って探してきました。じゃあどうしようかな、一旦、はい、いいよ、はい、じゃあこれ開けてみてください。どう、重い、重い、いや、入ってるのかしら、重りが入ってるかもわかんないよ。これをせーので開けて、空っぽだったらごめんなさい。はい、3、2、1、ドン。さあ何袋あるでしょう。めちゃくちゃ数えてる。24パック。ちゃんと一人のパック数は守ったからね、守ってこれだけ集めました。もうマジで売ってないわ、もうこれ最後じゃない、下手したら。だと思う。うん、はい、ってな感じで、これはねまた後で開封してください。あ、あとね、この開封した後と前に開封した分があるでしょ、その入れるケース、トレーディングカードボックスで、スターターデッキ、それおまけ、これもう一個、うん、え？イエーイ。ということで、トレーディングカード大好きな馬車くんへはこの大量のカードが今回のプレゼントです。おめでとう、よかったよかった。はい、じゃあ皆さん、ランちゃんがめちゃくちゃ暇そうにしてるからケーキ食べましょう。イエーイ。はい、あ、開けさせてくれるの、ありがとう、優しい。ちっちゃい子でもいいの。あら、はい、待て、今回はね、鳥取市の方のケーキ屋さん、お父さんは初めて行ったんだけど、シャトレーゼ、ちょっと新しい感じだよね、太陽系にしては。そう、私も見たいな、うん、ちょっとね、いつもとは違う感じで出してみて、はい、出してみて。よー、すごくない、好きなやつ選んだらいいんだよ、これ。価格もそんなに高くないし、めっちゃおすすめだなと思いましたね。でね、これも無料でついてきました。はい、こんな感じです。で、最後8、もうちょっと待ってくよ。はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー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 。はい、おめでとう。はい、ピンクにしますね、ピンク。え、なんでこれ、あ、ピンク、はい、やってみて。おめでとう、おめでとう。ランちゃんはね、6月
6日だから練習だね、練習。じゃあどれを食べますか。いや、いいよ、いいよ。あら、わけわけ、わけわけしてきて。ありがとう、つばさん。じゃあお父さん、お母さんは。この春のお祝いラッシュはこれで終わりだね。ランちゃんの誕生日までは落ち着くかな。はい、ということで、つばさくん、8歳おめでとう。8歳も楽しみましょう。太陽チャンネルでした。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。次の動画も見てね。